井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日もミルワーカーよろしくお願いします。サッカーをもっと楽しむために今日のテーマこちらでございます。台所事情シリーズファジアの岡山編でございます。やってまいりました。というわけでぶっこ抜きカテゴリーでね、北から南まで全チームをお送りしてます。この、岡山まで参りましたけれども。あー、まあ、これね、一応10月18日火曜日に撮ってるんで、はい、まあ一応最終節は終わってないですけど、今シーズンの。まあ、ただ岡山さんは最終節の後にも試合がある。プレーオフでございますね。ここからですから、本当の戦いはってことですけどね。そうですね。はい、注目度高いですよ。まあ、だからもう岡山はもちろんこの後にね、そのプレーオフ次第ってところはあるんですけど、もう気分的にはもうプレーオフ制して、ついに悲願の J1 へということになると思うので、それを見越した上で今日はやっていこうじゃないかという回でございますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いいたします。はい。どうぞ、本日のシートこちら。はい。ちょっと左側、右側、ちょっと今日カラーリングの名前があまりにも多いので、ちょっとそこからちょっと言っていいですかと。一応、これ左側が、まあ、今シーズンの主な、ね、システムと、まあ、主な番手表的なものになってますと。で、右側が、まあ、その台所表と呼ばれるものになるんですけど、この堀田選手と見分けちょっと難しいんですけど、堀田選手とか成瀬選手みたいな、このなんか赤ベースのピンクになってる方々は、微妙に違うわけだ、これね。そうなんですよ。レンタルで来てる方になって、その脇のこの弘樹選手とかと木山選手、関戸選手のような、なんか真っピンクの方々ってのが、実はもう、なんかもう時期でもありますね。満了がすでに発表された選手に。ああ、そうなんですね。なっておりますと。そういう発表があった後のこのシリーズって、岡山ぐらいからなるわけですね。そうなんですね。となっておりますと。はい。そしてあと、右側の方にね、水色で書いてある方々は、レンタルで今、どこかしらいろんなチームに行かれてる方になっておりますと。右側の表だけ説明させて、後のこれね、いただきたいんですが、ピンクになってる部分が、まあ、ピンク何回もね、言っちゃったし、申し訳ないですけど、ピンクがゴールキーパーでございますと。隣の青がセンターバック。水色がサイドバックタイプになって、その右のオレンジが守備的なミッドフィルダー。隣の黄色がオフェンシブな方のミッドフィルダー。で、水色じゃなくごめんなさい、黄緑が、ウィンガーになりまして、ごめんなさいね。緑がセンターフォワード、真ん中のフォワードタイプとなっております。そして、縦軸は年齢ですよね、生まれ年。そして現在の年齢、オリンピック刻みということで、これ黄色いスペースはまあ、ここら辺の選手を、まあ、きっと取りに行くでしょうね、っていうね。はい、先生のことなんですが。はい、いろいろ見ていこうじゃないかと思います。はい。まあ、右側のページ、右側ね、主に使っていこうと思いますと。まず、ゴールキーパーでございますと。ゴールキーパーもベテランの金山選手に、まあ、堀田選手、あとレンタルでね、今、湘南行ってますけど、真渡選手がいて、あとはキーパー、ルーキーで谷口選手がいてって、まあ、4人体制というか3人体制でございますと。ただ実は皆さん忘れちゃいけないのが、まあさんも。本当は3人体制じゃなかったんですね、このチーム。本当はここ2000年生まれっていうところにですね、梅田東吾って名前がいたはずなんです。だから彼が、なんなら、スタメンでした。自ら借りてね。ただ彼はお怪我があってしまって、しかも長期離脱、今シーズンが難しくなってしまったので、シーズン帰っちゃったっていうのはあったんですね。なるほど、で、その代わり、まあ、渡さんと堀田さんの、まあ、レンタルトレードになりましたけど、まあ、堀田さんが今、湘南から来てくれて、彼がスタメンを担っている。まあ、でもただ、まあ、いずれにせよね、J1 経験自体はいずれもないキーパーたちになってくるってところがあるので、昇格した後も。もしかしたら、超 J1 級誰が取ってくるってことは僕はあるんじゃないのかなと。昇格となればなるほど。そうですね。それこそ、その時に怪我が治っていれば、また清水から梅田選手を戻してくるってケースもあるかもしれない。し、俺ちょっと思ってることがあるんですよね。何ですか？もし、湘南の谷選手、まあ、日本代表ですね。彼が来年も湘南にガンバからレンタルだった場合、鈴木財陽。なんてこととかあるんじゃないかな。そうか、やっぱり浦和としても西川選手もいるし、財陽選手でも J1 級ね、代表だから、やっぱり出さないと。そうなんです。ね。っていうことで、財陽さんも一回出ようかどうかも考えたっていう話があったんですよね。もしかしたら若手のそう実力形誰か来るってことはあり得るんじゃないかと思ってて、そこに岡山が昇格した場合はハマるんじゃないかということ。そうですね。何人かいると思ってて、他にも。もちろん、あと、例えば下にも書いたんですが、候補として、鹿島の若手のゴールキーパー山田選手とか、あと沖選手とか、そのあたりとかね。なるほどね。あ、下にその候補的な、書いてくれてるわけだ。ちなみになんで鹿島かっていうと、まあさ、今の鹿島の監督ってさ、岩政さんじゃん。あ、岡山いた。なんかあるでしょ。もう名探偵だから、そういうとこもなるほど。あるかも。鹿島としても何人かこう伸ばしたい選手いるでしょ。そういうことか。ゼロじゃないんじゃないってなると思いますよね。ああ、なるほどね。それを見たとでございます。はい。そうですね。続いて今度センターバックでございます。で、センターバックに関しては、ほぼバイス柳でやっているチームで。でげえもんな。そう。で、プラス浜田選手もいるかなってチームなんですけど、ただ、来年、J1 で戦っていく上でと考えるのであれば、柳さんでさえも29になるんですね。そうなってくると、ちょっと20代中盤とかの若い実力者のセンターバックとか欲しいよね。当然未来を見越してもそうなりますよね。そうなんですよ。で、あとちょっと先に見てほしいのが、今回、満了になってしまった方々のとこ見ると、サイドバックの宮崎さんと弘樹さん、中盤の木山さんと関戸さん、そしてフォワードの斉藤さんというところで、キーパーの金山さん除くと、バイス、浜田、河合の3人は一定以上の出場時間のあった方々なんですけど、いわゆる荒さ以上で出場時間がちょっと限られたぐらいになってくると、今回ちょっと満了になってしまったっていうのは、岡山だとあったわけですよ。ってことはやっぱり30以上来年取ることは、あんまりないんじゃないかな。そういう方針チーム的な強化。あるならもう中堅よりもちょっともうちょい若手になってくるんじゃないかと思うので。なるほどね。はいはいはい。柳さんより上にはセンターバック取らないんじゃないかなと思っておりますと。なるほどなるほど。で、ありそうなかなって思ってるのは、そろそろ J1 行ってもおかしくなさそうな選手の一人で、モンテディオ山形の山崎選手。山崎康介選手ね、あるんじゃないかと思っていて。もともと木山さんって山形で3、4年監督やられてますから。なるほどな。そういうルートか。どうしてあまたいるセンターバックの中からね、世代で絞ったとしても、この具体名までと思ったら、そういう名探偵はいろいろ検索力を持ってはりましたっていうことですね。もしくは野田選手ってもう一人山形にいるんですけど、野田選手の可能性もあるかなと思っていて。なるほどね。野田さんに至っては木山さんと一緒に仕事もしてますからね。なるほど。なんてね、ともちょっと思っております。はい。そして続いてこの水色のサイドバックなんですけど、こちらに関して、いっぱいはいるんですが、だからこそベテラン2人がってことになってしまったかなと思っていて、ちょっと若手組がもう十二分に活躍できてるっていうのもあるんですよね。川野選手に関しては、なんと今年のアシスト王になりそうってところもあれば、実力派のね、徳本選手もいたり、あとはね、アンダー21日本代表クラスの成瀬選手がレンタルで名古屋から来てますから、昇格ってなれば彼もまた、名古屋だとちょっとどうなるかってこともあるので、来年もう一回レンタルってことはありそうですから。このあたりはね、上がる上がらないでだいぶ変わりそうな。そうですね。なってくるんじゃないかなと思って。キャストがね。あとボランチの若さ選手もそもそもサイドバックできますからね。なんていうところも込みですね。なるほどね。はい。で、そんな続いてボランチ行こうと思うんですけど、ボランチを強いて言えば若手のボランチ一人いたら、あとはいいんじゃないっていうところがあるかなっていうぐらい、もう質量は足りておりますと。なるほど、なるほど。そこでちょっと言いたい選手がたった一人。海舟と書かせていただきました。その海舟さん町田の。今年は前半戦町田でもちろん出ていたんですが、途中で腰を痛めてしまって、その後はちょっと療養という形になってしまいました。一時期は実はご実家ね、こっちこっち側なんですけど、岡山側というか、にいたってこともありますので、本当もともと弟佐野光大に関しては、兄の海舟がいないチームに行きてえっていうことで来たんですけど、このチームに。ただちょっとその光大の方がですね、アンダー19日本代表でも中核の選手にまで一気に大成長することに、今季1シーズンでもね、岡山の皆さん、フォワードとセンターバック以外ほぼ全部やったね。高卒ルーキーだよ。すごい。聞いたことないよ、そんな人。ってぐらいなので、ちょっと弟を兄が支える的なことあったら面白いな。超面白いですね。ポジション的にもこう、ね。そう。いろいろ。あと、いい加減ちょっともう4年間ぐらい J2 ナンバーワンボランチじゃないですか、佐野海舟選手。そうですね。行きたいよね。J1 で見たいよね。っていうこともあるでしょう。っていうのを含めてちょっと書いてみます。ちょっと夢がある。だからちょっとチームのキャラクターとしても、こう、兄弟がいるっていうのはちょっと見たい。ところではあります、ね。ポスターとかもね、ちょっとこう作りやすいんじゃないかなってのもありますから。はい。お見立てですけど、あくまでね。そうね、あくまでね。誰も何も言ってないですからね、これね。言ってないけどね。はい。そして続いてがトップ下黄色のところ、あと黄緑のところも一緒に行こうかなと思いますと。はい。こちらもだから、まあ、ベテランから若手まで揃ってるチームだなってところがあり、まあ、例えば木村選手とか、あとやっぱり佐野光大選手なんてのは、いろんなポジションできますから、まあ、ここじゃないところでもいけるしっていうのがあるんですけど、まあ、ここら辺で、だから、もしあるなら、こういう選手取ったら J1 に戦えるよねっていうのをちょっと今回2人持ってまいりました。はい、その1人がですね、広島、松本と書いてあります。うん、これ誰かというと、今、お一人、広島に松本大志選手ってボランチがいるんですけど、はい、そっちじゃなくて、実は今、広島にもう1人松本という名前がいます。うん、はい、それが、今年、金沢、津江源金沢にレンタルで行って、佐野海舟選手とは同い年になります、はい、00世代の松本博也選手という選手がいるんですね。もともと実は彼、同期入団したのが東選手という、東俊樹選手といたんですけど、ちょっと差はあったんですよ。片や代表クラス、片や代表はあんまり呼ばれたことないクラスとかってあったんですけど、今季 J2 金沢で大活躍。で、松本選手一個言われたのが、得点力がやや薄いって言われたんですけど、金沢でその得点力が大開花しました。なるほどな。うん。はい。442の左とかインサイドハーフで出た時には、最前線まで飛び出してって、こぼれ球に反応してスライディングシュートとか、とんでもないことになってきちゃってて、今年も岡山ウイングだったらそれがね、チアゴ選手とかでそんなことやってる選手いたんですけど、あとは大卒ルーキーの田中選手とかもそんな感じなんですが、まあちょっと新たなタイプとして松本平選手どうかなっていうところで入れさせていただきました。世代的にも欲しがるゾーンにはまってくる。若手ゾーンに入ってくる。というところからでしょうよりね。はい。もちろんでございます。で、もう一人いたら面白いなという選手で、乾貴士。乾貴士さん、おー、そうか。練習参加されてたからね。そうですね。この年は清水に入ってくるんじゃないかっていう感じありましたからね。そうなんですよ。で、今年そのまま清水に行きましたけど、ちょっと今清水さんの方が状況がわからないじゃないですか。残留できるかどうかというところになってるので、もしかしたら状況次第では取れる算段も立ってくるかもしれない。そこもね、お互いの結果次第っていうこともあるのか。かもしれないなと思いますね。はい。そして最後1番右でございます。これも絶対ってレベルになりますが、センターフォワード。今、見かけ上名前だと一番右は6人名前があります。一番上の斉藤選手から始まって、一番下のハディ選手まで。ただ、レンタルで今3人出てる上に、斉藤和樹選手はレンタル満了が決まり、はい、もう一人、永井亮選手は今広島からレンタルで来てる選手なんですよ。はい、あれ一人しかいなくないってことになりかねないんですね。そういうことか。龍しかいなくなっちゃう。でしかも、デューに関してはワールドカップに行くと思うので。デューも活躍しちゃうと。そうすると、抜本的にセンターフォワードは取らないと。みんな、これ絶対取るでしょ。して、チームの方針から言うと上はないだろうということになるとってことか。だから若手取りに行くとは思うんですけど、例えば今ね、鳥栖にいる柿田選手とか、そのあたりもあるかなと思うんですが、ちょっと取ったら面白そうだなと思うのが、杉本健佑。杉本健佑さんっていくつ？今20、まあちょっとこの黄色の1個上ぐらいになっちゃうんですけど。そういうことだよね。ちょっと木山監督でやや再生向上感のある監督さんでもあったりするので、今季ちょっとなかなか得点をね、1得点かな、杉本選手ってのがあるから、なんかそういう監督のもとでもう一回光ってほしいなっていう意味も。なるほどね。はい。はい。というところで入れさせていただいております。まあこの黄色いところにやっぱり誰かしら入ってくるには間違いないですよね。かなと思いますので。なるほど。まあもちろんだから、正直 J1 のチームでどこのチームが残念ながら残留できないかっていうところとか、岡山がプレーオフの中でどこまでいけるのかって次第でもいろいろ変わってくることあると思いますけど、このあたりがちょっと注目になってくるんじゃないかということで書かせていただきました、という岡山会でした。なるほど。はい。そういう未来を描きつつ、まあプレーオフに挑んでいくわけですけど楽しみですね。楽しみですね。はい。ということでございました。岡山をお送りしました。このシリーズ続いていきますので、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひね、よそのチームも覗いてみていただきたいと思います。お願いします。下のチームはね、やってますんでね、よろしくお願いいたします。ということで、井上あでございました。ノーミルク佐藤でした。ライブの予定もございます。ぜひ概要欄からチケット、売ってます。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、じゃあね、またです。どうもどうも。